多分屋上にいると思うから。最悪、いやだ、なんで私に頼むの。直接話すのは絶対無理。大声で叫べば気づくよね。始業式始まります。え、誰もいない。全然起きてない。どうしよう。あ、ちょっと、うん、どうし、結局喋んなきゃいけなくなっちゃったし。その始業式、うん、眠あ、あれ？枕じゃねえ！ごめん！何するの？何するの？お？おーい！シン！ギンタ！重ね！あー、ライガー！探した！って、お前女子と一緒にいんの？ふざけんな！ライガー、大声出すんじゃねえよ。サボってんのバレるだろ！いたー！藤井、三上、大塚、落合、サボってんじゃねえ。しません。あ、じゃあ俺行くわ。え、やっぱり男子って非常識。藤井、始業式から気になってたな。どうしたそれ。撃たれた。どうせ喧嘩でも買ったんだろ、お前のことだし。ひでえよ。どうしよう、割と強く叩いてたみたい。びっくりしてつい。俺が戻るまでに委員会決めとけよ。いいな。はい。しばせん、今日ピリついてね。しょっぱなあれじゃ女子受け最悪だろうな、ライガ。なの俺に聞かれても。なあ、どう思う。壁ぶち破ってきた。どうって、女子校は女の先生ばっかだったし慣れないよね。ちょっと怖いというか。でも芝線結構いいとこあるぞ。どんな男子校では。どうだったの。藤君すごてか、女子校の話も聞きて。ねえ、名前なんていうの。え、あ、これが驚愕。ねえ、うもも。あ、ダメだ。なあなあ、教えてよ。あ、ん？ライガー、あのさ。やだな、これからこういうのがずっと続くのかな。腹減った。食堂行く。男子校の人たち面白いね。フジ君たち特にさ。マジそれ、男子校生好感度高いわ。セイラも話してみたら楽しかったでしょ。そうそう、喋るの大事。うん。あ、私少し散歩してくる。え、一人で。うん、裏庭の花壇見てみたくて。青